あるところに煙に覆われ空を見上げることを禁じられた町がありました。一人ぼっちのルビッチが出会ったのはゴミから生まれたプペル。君一人？はい、すみません。父が教えてくれた誰も知らない秘密。星って知ってるかい？星？なんだよ星って。見たのかよ。あるわけないじゃない。見たのかよ。嘘つきだ。誰か見たのかよ。あの煙の向こう側を誰か見たのかよ。誰も見てないだろ。だったらまだわかんないじゃないか。お前が光を信じて上を見続けていたらよ、一緒に上を見てくれる友達が現れる。友達って何ですか？信じ抜くんだ。ルビッチ、これは母ちゃん命令だ。絶対に帰ってくるんだよ。はい。私の心臓が呼んでるです。どうやらこの世界の秘密に気づいてるね。ドキドキするじゃないか。